右のサングラスの人物が国王パフラビー2世白色革命はイランの第二代国王モハンマドレザーパフラビーが1963年にイランの近代化、西欧化を提唱して発動した広範囲にわたる改革の総称である。白色革命は上からの革命を意味するがその強引な手法は旧来の伝統を色濃く残していた当時のイラン社会に大混乱をもたらした。 国王パフラビーは、米国民主党、ケネディ政権による継続的なイランに対する改革要求により、上からの近代化による経済成長を計画。米国の支援のもと、農地改革を実施して、農民の不満解消に努めるとともに、工業化、労働者の待遇改善、女性参政権、教育の向上などの整合化を推進した。また、イラン国内の資本と支持基盤を、 地方の地主層から中央のブルジョワ人に移し近代的な産業社会の現実を試みた。また国家の西欧化やイスラームといった宗教よりもアーリア人に起源を求める西洋的なショーナリズムを改革の柱とするなど世俗的な政策を実施する一方、石油採入に絡んだ利益供与や協調組合制度の導入にも尽力。 自らの権力を格好たるものにしようとした。それら1974年に起きたオイルショック後の急速な原油価格の値上げで得た収入をこれらの政策に注ぎ込んだ。しかし、産業基盤の実情を計算に入れず工業化などの近代化政策ばかり先行したため、外国から商品を輸入したはいいが、港の荷上げ設備の不備で船は長い間待機させられた。 インフレも急ピッチで進み、庶民を苦しめ失業者が増大し、貧富の格差が増大した。大規模な汚職も横行し、オイルダラーを狙った商社から、王室周辺や政府交換へ、賄賂構成が行われた。文毛率の高かった、当時のイランはそもそも近代化の基礎構造を書いていて、改革の恩恵は一部の市民にとどまった。石油価格の冒頭で政府には金があり余り、 投資ばかりが先行した。こうした状況で、国王はイラン軍の整備を進め、米国から大量の兵器を購入する。そして、オイルショック後の急速な原油価格の安定化もあり、1970年代後半に入ると白色革命は破綻した。それに伴い国民の間での経済格差が急速に拡大し、政治への不満も高まりを見せ、国王の求心力も 急激に低下した。貧富の差が増大し、革命の影響は、上流中産階級と仮想階級との対立、特にリベラルなテクノクラートと厳格で保守的なシーア派、宗教指導者との対立を激化させ、これが後に起こるイラン革命の下地となった。なお、シーア派の宗教学者であり、イラン革命の指導者となる保命には、 これら一連の諸改革自体には直接反対しなかったものの、これら諸改革に潜むその国王独裁的な性格を熾烈に非難し、結果逮捕され、国外追放を余儀なくされている。ありがとうございます。